後ろ調べてないんじゃないか。あ、もうね、押しちゃいました。さすが、もう前へ前へ行きたがる。さすが光物好き。早く早く先を見せてっていうね。まずこちら、そうだな、うん、ほらーわー、ちゃんと足かけるところもあるし、ちゃんとほら足をかけるところもある。わー、足かけるってどういうこと。ほら、足をこう乗せる場所か、うん、横棒にね。ああ、それか。そう、あれにちゃんと足かけて乗り心地よくしてんだよ、多分。操作パネルがあるんだろうな、あの辺、まあ、ハンドルとか。これ何なのかが分かんないんだよな。バイクでしょうね。バイクっていうか、こう、ホバー。固定されてない？ああ、まあ、象だからね、それはね。きっと。でもな、乗ってるもんな。銃座じゃないの。なるほど。確かに。え、嘘でしょ。心臓潰しとくか。仮死状態みたいな。え、やめろって、ツンツンすんなって。ツンツンすんなよ。やめてくれよ。やめとけって。いやいや、俺は戻る。これ戻るっていう選択肢あるよね。あるよ。よし、戻ろう。やらないって。ビビリめ。やらない。もうやめとこうぜ。え、もう一回チャンスあんのかな。もう一回チャンスあんの。なんでまだやった。あ、できない、できない。オッケー。いやー、まあ、多分ビビらせポイントだけでしょうね。ピクンって、ピクンって動いたらもうそれはそれで確信だよね、もう。うわー、すごい。まあ、宇宙船だとして相当でかいよ。ね。カゲロウ。え？虫？そんなものは見えませんでしたけど。怖い怖い怖い、この中からとか、ほら。怖い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 。こちら、こちらは行けるもいいね。でげえね。うわー。すげえね。おー、びっくりした。おーし、おー、びっくりした、俺。飲むなよ。ん？ん？なんだ？ん？何？新しいよ。なんか新しいけど。え？どういうこと？え、どういうこと？え、どういうこと？え、どういうこと？どういうこと？なんだ、保存されてんのか？何かが。映像的に。いや、それ以外の部分でいろいろ突っ込みたいところは。どうなってるよ、生きてるよ、ね、ほら生きてるよ。え、どういうこと。半分だけ生きてるんだ。これあれじゃない、あの古代の人じゃない。あ、確かに確かに。もう片方の民族だよね。うん、うん、そうそうだよね、多分、うん、あ、そうか、液体かかった部分だけ保存されてんだ。いやー、とどめさせてやるか。とどめさせてやった方がいいと思うけどね。ヴァンパイア、宇宙人説っていう、その発想はなかったわ。どうすんの。楽にしてやったってこと？うん。あの液体拭いてやればよかったんじゃねえの？まあ、確かにな。でも触りたくねえもんな。そうそう。そしたらもうずっとね、保存されるかもしれない。それはそれで。右手だけがとかね。それはそれで。それでそれ。ちょっと液体っていう新しい概念の方が、ね、出てきたよ。でも、なんであの半分だけなんだろうね。たまたまかかっちゃった的な感じなのかな。なのかな。うん。どういうこと？謎が深まるばかりや。画期的だね。液体かかったとこだけ。時が止まるわけでしょ。まあ、いわば。なんだろうね。ね、すごいね。斬新な設定が次から次へと。オレンジの液体ね。オレンジ、そうだな。あれオレンジだったな。保存液に。保存液と呼ぼう。保存液と呼ぼう。登るのか。グイグイ、この2人だけさ、グイグイ確信に迫ってるけど、他のメンバーは何も分かってないわけだもんね、今のところ。他のメンバーイチャイチャしてるだけだ。イチャイチャ。そうだな。あいつらイチャコラしてるだけだ。イチャコラしてたって感じで。油。油。ぽいね。に燃えんのかな。ここだけ油。うん。こんな燃料漏れてんじゃないの。
確かに。でも宇宙の燃料が油とは限らん。そうか。そう。なるほどな。な、謎のエーテルエネルギーかもしれない。謎のエーテルエネルギー。そうね。うん、そうそう、酸素とか窒素かもしれないしね。そうだな。何でもありえるな。うん。ってことは人がいたのかもしれないね。うわ、びっくりした。踏んだ。踏んだ、ダメなの？踏んだから。踏んだけど。踏まない方がいいんじゃないかな。そうか。すべて踏めるの？あ、でも踏めないものは踏めないね。うん。踏めるのは踏めるんだね。エフェクト付きのやつね、じゃあ今のは。これ踏んだら踏んだだけ感染するかもしれない。確かに。そうなんですよ。あれ戻ってきた？違うか。別の場所じゃない？別か。うん。ちょっと内部に入んじゃない？そろそろ。で、この宇宙船を起動させて脱出すると。なるほど。地球外にね。地球外にね。俺たちの冒険はこれからだっていうね。やったぜ。第2、パート2はもう宇宙編だから。そうだね。すげえ壮大になってんじゃん。第3章宇宙編だ。か、もうすごいね。いきなり規模が。で、第4章は防衛編でしょ。乗り込むの？乗り込むの？インディペンデンスだな、もう、もはや。インディペンデンスは乗り込まれたパターンじゃん。そうだな。うん。ね、インディペンデンスではね、なんか次の新作はね、乗り込めそうなんだよ。乗り込みそうなんだよ。次の新作？次のさ、まだやんの？インディペンデンスデイ3はね、乗り込みそう。2はどうだった？これ2はもう触れてないんだけど、ね、ちょっと微妙でしたね、正直。正直微妙なんだけど、この中では1でビシッと終わってんだよ。1でいいよね、1が一番いいよね、うん、乗り込むパターンだったら確かにインディペンデンスデイっぽくなってくるな。何なんだろうね、これ何に乗ってんだろうね。多分こうタイヤがついていないちょっと浮くバイクかな。 あったあった、うん、お頭蓋は骨や骨や、さすがに骨はしゃべり出すんでしょ。我々はって我々はってね、かっこいいね。でも本当だ、うん、かっこいい、ね、牙がない、牙ない、どういうこと。どういうこと？牙はない。確かにね。え？じゃあ何？地球人が感染すると牙が生えるってこと？わかんない。わかんねえ。わかんねえっす。お。俺ら英語できねえから。まあ。なんか。うん。いっぱいいるよ。いっぱい立ってるよ。これは何なの、死んでる風ではないよね、この感じでいくと。もう、まあ、そうね、感じるよ、脈々と生き物の気配がね。ほら、もうなんかこれがマリオになるのかな。これがマリオ、うん、これが羽広げて羽ばたくわけでしょ。いっぱいいるじゃん。何、まあ、全然活動してんじゃん。え、何、ドーム状の、え、何、卵バリバリ言ってるよ、うん、あれがマリオ。マジか、ネストカーじゃないか、完全にネストカーだぞ。でも生きて、もう今にも羽を広げそうだしな、ね、でもこれがマリオになってるっぽいよね、あのこれもね、うん、さっき見てきたよ。そうで、これはこれもこれで何なのって、フルとかすんってなるからさ、ただの奉仕ね、うん、音でバレんじゃない。あ、なるほど、そうか、今のヒントだな、踏むなっつうヒントだな。怖え、パキパキ言ってるよ、言ってんね。え、まだ生きてんじゃねえんじゃん。うん、やばいね、生命を感じるよ、脈々としてるよ。多分この状態はない、なんつうの、冬眠状態というか仮死状態なのかな、長い間。どうなんだろうね、これで冬眠してて、でこのまま眉になってなんか寄生虫出てくんじゃねえ。あ、かもね。あ、それふむ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 。そうなんだ。ちょっと動かすとね、ちょっと動くんで、そうそうそ そう、あの2歩ぐらい動くんで、あ、危ない、ここ怖い怖い怖い、おーおお、そっち狭くねえか、そっち狭くねえか、狭い方来ちゃった。でもでも流れ、リズムでいくしかない、リズムでいくしかない、リズムはいつも引っかかるから気をつけよ。勢いで、あいつめっちゃ踏んでるでしょ。バサ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 、おいってね、おいって。あんまりうろうろできないからちょっとまっすぐしか進めない。怖い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 、ここは、あ、出た、やばい、結構区別つかないな。めっちゃバリバリ、こっち危ないよね、危ないね、それは危ない、危ないね、そこだね。よし、だん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 密集してきてるよ、ここだ全部ダメだな、
全部ダメだ。お、あいつ行った。あれ行ってくれる。あ、すげえな。バスンバスンってね、踏みながら。こっち大丈夫。オッケー、あ、よかった。一回だけなら大丈夫だ。許された。よし。大丈夫だったのかもしんねえけど。